はい、ご視聴の皆さんいらっしゃいませ。みなつです。FF15 初見プレイ25回目の放送をやっていこうかと思います。本編の方はすでにクリアしていますので、クリア後の世界で、脅威のダンジョンをやっていたんですけど、前回の放送でそれも終わり。で、残っていたモブハンですね。アダマンタイマイ。あの巨大なやつね。も倒して、あとタイムドクエスト新しく配信されたばかりのベヒーモスさん、キングベヒーモスか。も一応一回は倒して、で今、この幻のカエルを探し始めたとこですね。探し始めたというか、すでに、4匹捕まえてるのかな ?5 匹必要で、4匹捕まえたはずなので、あと1匹ですね。あと、一匹だよね。どこだっけ?ここか。そう、あと、一匹ですね。今、4匹で。で、昨日は、この辺かな?だからこの辺でね、4匹目を見つけまして。で、あとは、まあ、ここの、この川沿い。と、あと、こちら側の川沿いですね。と、あとは、個人的な大本命のここのベスペル湖ですね。のどこかにいるんじゃないかなぁと予想してるんですが、なんかリスナーさんからね、なんか見逃したよっていう風に言われたんで、もしかしたら前のエリアのどっかにあったのかもしれない。それはちょっとやってみないとわからないんで、まあ、とりあえずね、まずここから順番にね、こっちやって、こっちやって、で、その後にベスペル湖行って確認って感じですかね。さあ、果たして本当に見逃しているんでしょうか。あ、チョコ。あ、7なってるか。よろしく。あ、そういえばこれを聞いてたんだ。ディシリア版ゴルベーザー四天王とのバトル。中ボスの、なんだろう、専用 BGM があるので、この4くらいかな。そうだな。あとは、まあ、専用の中ボス BGM のあるやつとか、いなかったよね。あいつ倒さないとダメかな。倒さないと探索ができませんね。めんどくさいんよな。なるべく変なポイントを倒したいと思います。見えてる。ちょっと。
これで終わりだ。あ、本当に終わった。ナイス、イン。じゃあ、そっくら、探索だ。ホテルのベッドにダイブして。俺も。グラディオ、悪いけど今日キャンプ無理だわ。標的と戦った後はこうなるんかな。あ、ちょっと、BGM 消そう。カエルの鳴き声が、かき消されたら意味ないかな。こんなところに宝があったのね。ダイナモか。まあ多分いないと思うんだけどな、ここ。あと次のところね。ベスペル校じゃないのかな。ベスペル校は絶対いると思ってるんだけどな。果たしてリスナーさんが正しいのか、私の考えが正しいのか。おい、いきなり突っ込む気か。じゃあどうしろって。後ろから奇襲しろ。お前ならできんだろ。あったよ。油断してね。ほら、シフトブレイクでやれってことなんだろうけど、シフトブレイクでバックアタック取れないから。いい感じだ。当然。どうしろと言うの。あれ、海鮮料理好きじゃなかったのか。あれだけでかいと味も落ちる。気にするとこそこか。お、こんなところにも。メガフェニックス。ここまでか。やはりいなかったかな。よし、車帰ろう。次は、この北側の川だね。準備はできているか？あ、よし、行くか。バトルに。気分転換にはなるな。バトルには各所に配置されたボス戦との曲だったような気がしてるのだが。グラディオ、どっから降りてきたお前。とりあえずまず南側を攻めよう。
てができそうだ。だな。行こうよ。おう。帰る。いるかな。正直ね、いないと思ってるんだよな。いないと思ってるから、もしいたとしたら気づかないかもしれない。気をつけろ。どこだ。あっちか。そろそろ本気出しますか。毎回言ってんだろそれ。よし。よ。えい。さあ続き。いい天気だな。そうだね。ここまでか。あとはちょっとだけ水辺から離れたところを歩いてみて。どこ？どっから現れた？あ、こいつだけか。一体で向かってくる。先を急ごう。根性あるね。マメットマラソン。ジャスティスモンスターズ5のやつでね、それ。アメット・ベキソスだっけ。やろう。オッケー。あの、限界突破魔法が50個以上作れるのかっていう噂。キング・ベヒーモスの角折れば出る。あ、そうなの？え、そのマメット・ベキソスが？で、でもまた別のやつか。あの、今配信中のやつだよね、きっとね。あー、そうなんだ。まあ、ジャスティスモンスターズ5やるのとどっちがいいんだろうね。安全で、安全にできるのはジャスモンだけど。結構、キングベヒーモスめんどくさかったからな。欲しいな。しつこいよ。嫌われるぜ。まあ今日多分後半時間おそらく余ると思うんでね。物理無効のやつマジか。なんだろうね。え、今回のも1週間だっけ。21まで1週間か。ジャスモンは、モグチョコカーニバルか。あの時に1時間ほどやったの。アダマンタイマイさんの限界突破なら用意した。そうか。あれも結局1回しかやってないからな。みんなよく周回するよなってちょっと思うけどね。すごいね。
まあちょっとね、枠の後半の方で時間が余ったら、いろいろやってみようかね。キングペヒーモスの時も、なんか足ばっかり狙ってたからな。後ろ足か。どこや？あれか。行くぞ。進行方向だから逃げらんねえな、これな。あ、雑魚兵。これ囲まれたらやばそうだね。油断するとやられるぜ。はっ。フルボッコされた。やばいな。こいつ結構強い。あれまだいた。心配いらねえだ。ダメージが思ったより痛かったな。あと、魔導スーツの BIS っていう。蒸し暑いな。やつも。そうだね。取れれば取りたいね。あれはちょっと敵が出てくるかどうかだからな。あれ結構奥まで行けるな。こんなに行けたっけ？あちいな。そうだね。俺が先に出て動きを止める。そしたら続け。順番いらないだろ。どこで連携してるんや。特に連携はしてないと思うな。さっさと先に行こうぜ。ああ。多分この辺で確か終わりだよね。終わりだな。ああ、やっぱここもいなかったね。多分ね。よし、ベスペルコ、向かうぞ。とりあえず、ここの、パーキング行って、で、まあ、北側。準備はできているか。クシリスのヤシイロ側をちょっと見つつ、終わったらぐるっと南側を見ようか。
FF4 は2部作プラスアルファみたいな感じでやったからね。このバトル音楽は聞き覚えが強い、耳に残ってる。なんで FF4 の続編を作ろうと思ったんだろうね。そこがちょっと気になってっていう。だから作中で明らかにその結ばれた二人だから、まあ子供作って子供の世代を描こうかみたいな感じになったんかな。よし、歩いていくか。で、先あれか、ここをぐるって回って、砂とこっち側行こうか。ここか。注意してけ。サハギ。これ一人でもやりそうじゃない？ここは結構中の方まで行けるっぽい。まあ一応とりあえず水辺で。こういう中の方まで行けるところだと、中の方にいたりすんかな。さすがにそれは除外したいとこだ。なんでだ。お前か。油断禁物ってね。あれだけか。あっちの方にも敵いるなぁ。サハギンか。お、これは一応こっちがいいか。さすがにこの上にはいないだろうしな。こ
ここは気持ちいいな。そうだな。一緒登れるのか。ノット、なんか指示ある？適当に頼む。わかんねえよ。戦闘の曲が流れてる時もカエルの声って聞こえるんかな。多分本当に見逃してるとしたらそのタイミングなんだよな。必死してきたね。よし、じゃあまたでかい方行くか。休むしかないな。お、じゃあこっから行くか。あ、でもあれ内側にもあんだよな。ここ結構探すの大変そうだな。とりあえず外側で見て。南行くときにちょっと内側通ろうか。腹減った。まだ目的地に着かないのか？目的地ないからな。飛び越せないの？なんか内側のなんか陸地というかの方にいそうだな、あれな。まああの辺もちょっと帰り道だな。そしてやはりここにいるんじゃないかっていう疑いが増してるんだけどな。5匹中4匹自力で見つけたから、このまま、あと1匹も自力で見つけたいとこだけどね。いたら多分もう見つけてる気はするけどね。ここマジ厄介やな。探す範囲が広すぎる。こっち側行けるしな。どこまで行けるんだこれ。あ、一応ここで終わりか。これ先南側見た方が良かったかな。軟弱者。ちょっとここいろいろ入り組みすぎてるからな。暗くなったねー。
たかを。疲れてきた。ずっと歩いたからな。あ、なんか聞こえると思った。サハギかよ。戦ってこいよ。いや、俺だけ行くとかないでしょ。いや、容赦しねえぞ。調子に乗りすぎんだよ。さてでは、内側の陸地見つつ戻るか。なんか湧いたー。超機嫌だな。また湧いた。めんどくさいなぁ、もう。あれ、お前ウルトラライダー、ウルトラマイダー。星5の強さだな。いや、そのレアキャラは俺だろ。また湧くんかよ。しかもまたウルフラだし。はい、和光13個目さんいらっしゃい。全部来てからな。あ、引っ張られる、引っ張られる。はい、こんにちは。ミルクティーさんもいらっしゃい。よし、じゃあここから南に行こう。
っと真正面から行くのってさすがにマスクない。あんじゃ後ろから突っ込むわ。で俺はそれに突くって感じで OK。 それでよろしく。行くだけぶつけねえよ。俺一人でもやれそうじゃない。期待だね。このやりとりが長すぎた。行こうぜ。うん。よし、あっち側行こう。油断はする。ああ、向こう側も広がってんのか。お。あ、ここは行けない。あ、行けないのか。後回しにして先南側一気に見てしまおうかな。ここは気持ちいいな。そうだな。こっちの方ないな。大物釣ってやるから待ってろよ。大物釣ったからな。重傷。一応この水辺から行こう先な。南側を攻めよう。気付けろ。分かった。この辺はいないね。今どの辺だ？あ、まだ結構長いな。嫌われるぜ。調子いいじゃねえか。まあ
ああ。どうか、この水際にいてほしい。内側見るのはちょっとめんどくさい。まあそもそもこのベスペルコにいるかもわかんないしな。サハギンの声が あ、結構いるな。ほら調子いいじゃねえか。そうだ、そこの釣り場が見えたってことは、もう上ほとんどないな。そろそろ行くか。エーガネス、もう行くぞ。すぐ行く。あ、帰る？あ、いた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 。やっぱベスペルコにいるじゃねえか、最後の一匹。おい、潰してねえだろうな。もう自力で全部見つけたぞ。頑張ったな。エーゲル先生の元へ届けよう。やりました。達成しましたよ。準備はできているか。あ、よし、行くか。あ、まさに勝利のファンファーレが合いますね。
4つの心。あ、サニアのとこ選んでもここのパーキング止まるのか。ここボロボロだな。贅沢言うな。武器が買えるだけでもありがたいじゃねえか。さあ、今にしてはもういらないリボンをもらいに行こうではないか。もともとこいつのリボンがあったからあと3つって言ったんだよな。見つけた！これは七色カエル。生きた君に会えると思わなかったよ。よかったな。ありがとう。これで確信したよ。君たちハンターやめて生物学者に転職しない？は？生物興味あるっしょ。幻のカエルまで捕獲するくらいなんだから。いや、つか忙しいし。暇そうじゃん。普段他に何やってんの？え？王族っぽいこととか。王族？あ、演劇。演劇か。芸術系は相入れない。相入れないよ。残念。ああ、だろ。そうか、しょうがない。今後は互いの道を極めるべく精力的に活動しよう。じゃあこれはつまり最後のお礼だ。演劇頑張って。時間あったら見に行くよ。全く興味ないんやな。リボン二つつけても意味ないしな。じゃあ次はハンマーヘッド近くの訪れていなかったキャンプに行きましょうか。準備はできているか？あ、5分かかるらしい。あとあれか、宝の地図くらいかな、クエストっぽいクエストは。結局普通にやってて見つけたのが2枚だけだったしな。もっと詳しくちゃんと探索したらもうちょっと見つけられたんかもしれんけどね。基本青い光と赤い光しか見てないからな。別の色でさ、そういう、なんだろう、その他の何、ナポスターとかさ、光らせてくれてたらよかったのにな。デシリア版ビッグブリッジの死闘。あ、そういえば、グラディオ編でギルガメッシュ出るけど、FF15 版のビッグブリッジの人を聞けるか。ギルガメッシュと言ったらこの曲だからな。ぜひ15版のアレンジされたやつを聞いてみたいね。
っと楽しみだ。テンション上がるな、この曲な。かなり好きだわ。思惑の果て。あ、これはデシディアオリジナル曲かな。着きましたね。ここ車用品が多くて好きなんだ。ああ、お前機械に強いもんな。プロンプト、買い物を手伝ってくれないか。うん、いいよ。ではキャンプに行こう。
確かこっちの方だよね。今にして思えば、なんで行ってなかったんだろうか。アクティブじゃなかったよ。あ、こうか。おい、ドクト、上だ。なんだってここあれだ。何系ですかね。あー、しんどい。さーて、油断禁物ってね。あれはいい。よし、着いた。今日はここまでだな。ここでいいか。よし、テント張るぞ。料理はどうしようかな。ピザでいいか。カバンクどこにいるんだ、あいつは。水面の上に立ってる。あ、この写真いいじゃん。でしょ？俺も好き。お、来たか。ノークト、頼みがあるんだけどさ、明日の朝ちょっと付き合ってくれない？この通り。はい。しょうがねえな。ありがとう、おにぎりよ。そうと決まれば今日も寝ましょう。ハンマーヘッドがゲート他に行こう。実ああ撮りたい写真があるんだけどさ。ああ俺の超尊敬するメカニック。ああ、誰？シドニーに関係するものの写真を収めたい。はあ？いや、あの、違うよ、ストーカーとかじゃないよ。俺純粋にシドニーをリスペクトしてて。ああ、まずはハンマーヘッドが見えるところまで行って、シドニーを育んでくれたハンマーヘッドに向かってまず一礼を。とし、かもなんでハンマーヘッド？本人に手取った方が早いだろう。こんなこと本人に言えるわけないでしょうが。てか、なんでこんな早朝からわけわかんねえこと。シドニーを育んでくれた土地、もはや聖地だね。そこに感謝をしないことには始まらないでしょう。ああ、もう好きにしてくれ。
回は終わりかな。ストーカーではないかもしれないけど、明らかに盗撮だよ。ここでいいんだ。思う存分取れよ。サンキュー。よし、じゃあまず敬意を表して。シドニーを育んでくれたハンマーヘッドよ、ありがとう。あれ王子シドニーなんでこんなとこに。私たまに朝早くに散歩して気分転換するんだ。ここ眺めもいいしね、私のお気に入り。君たちは何しに。プロンプトに耳打ちしてやるか。何、俺も散歩をしてたんだ、君の写真を撮りに。これ下選びてえな。下にしようぜ。そうなんだ、なんかよくわかんないけど、じゃあまたね。あ、これ失敗かな。どうしてくれんだよノクト。なんか俺が悪かった、ごめん。失敗かこれ。よし次こそは。もうあれは嫌だ。またそんなこと言って。これもう一回、これもう一回できるの。やり直したいんだが、やり直したい、やり直せるのかこれは。セーブ中になったのはいいとして、あー、こっちロードしたらいけるか。多分これ、サブクエ前だよね。なんか失敗したような気がしならんからな。面白いの選んじゃダメだったか。出発できるか。あ、まだ日高いぜ。まあいいんじゃね。イベントはまた別なのか。はい、ピザピザ。うん、来た来た。ノークト、頼みがあるんだけどさ、明日の朝ちょっと付き合ってくれない。この通り。しょうがねえな。ありがとう、おにぎりよ。そうと決まれば今日も寝ましょう。行こう。行くってどこ行くんだよ。実は撮りたい写真があるんだったさ。うん。俺の超尊敬するメカニック。ああ、誰。シドニーに関係するものの写真を収めたい。はあ、いや、あの、違うよ、ストーカーとかじゃないよ。俺純粋にシドニーをリスペクトしてて。ああ、まずはハンマーヘッドが見えるところまで行って、シドニーを育んでくれたハンマーヘッドに向かってまず一礼を。と、しかもなんでハンマーヘッド。本人に言って取った方が早いだろう。こんなこと本人に言えるわけないでしょうが。プロンプト早いな。ここでいいんだな、思う存分取れよ。サンキュー。よし、じゃあまず敬意を表して。シドニーを育んでくれたハンマーヘッドよ、ありがとう。王子？シドニー！なんでこんなとこに。私
たまに朝早くに散歩して気分転換するんだ。ここ眺めもいいしね。私のお気に入り。君たちは何しに？へっ、あのプロンプトに耳打ちしてやるか。俺も散歩してたんだ。俺も散歩できたんだ。へえ、いつもこんなに朝早いんだ。まあね、君に早く会いたくて。これん？こう下選ばない方がいいよな。まあね、俺写真好きでさ、いろんなとこ散歩してよく撮影とかしてるんだよね。ナイスプランプト、慣れてきたな。へえ、写真か。今日は何を撮りに来たの？もちろん君の笑顔、君のおじいちゃんの寝顔、ハンマーヘッドの景色。あーまあこれっぽいよな。多分無難なの選んだも良さそうだよ。ここから見えるハンマーヘッドの景色が撮りたくて。なるほど、朝日を浴びたハンマーヘッドか。綺麗だろうね。あ、そろそろ戻らないと。じいじがうるさいからね。そうだ、今度その写真見せてよ。ああ、うん、もちろん。じゃあまたいつでもうちに寄っていってね。シドニーってほんと尊いよね。よくわかんないけど尊い。よかったな。よっしゃ、目標達成。俺のおかげな。そうそう、ノクトのおかげ。何回か挑戦できるんかなこれ。わからんけど。またキャンプかよ。キャンプの何が不満なんだよ。あとなんかイグニスのなんたらが見れるとかって聞いたけど。このキャンプのイベントも多分制覇はしてないはずだからな。一応各地のキャンプ1回は泊まってると思うんだけどね。特に何もなしか。よーし、俺準備 OK。 みんなは？俺まだ眠いな。あとは違う、クエストまだこんだけになったしな。あとこれがな、これがクエスト関連新情報っていうのはさ、結局これないんかな。表示されてなさそうなんだよな。頼むな。あ、車に戻ろう。で、ちょっとアイテムの補充を。あれ？ん？ちょっと待って。選択できない。もうお金ほぼほぼ使わないからな。そういえば、各地のショップで、サボテンダー人形を探そう。ネットで見てってください。
ダムでーす。あんねえな。全部で何個あるんかな。今一個持っててそれ渡してないよな。と各地のショップを巡りに行こう。でカイヌの岬のタルコットにね渡しに行こうか。ノクト、クローズネスト行かない？またジャンクフードか。体にも悪いし、太るぞ。そうね。あれ、この辺ショップなかったっけ？これなんだっけ？かけら。あれ、気のせい。これか？あ、これか。なんか線出たなと思ったら。同じようなの見つけたぞ。あー、地図か。一枚目だし。ここ一枚目なんだ。久しぶりに手に入れたな。そしてこいつがここに帰ってきて、アダマンタイマイを倒したとはね。おうおう、ベルダシオでも初の記録だ。よくやったな。え、何イベントが。イベントあったんか。え、あれ？ん？祝勝会みたいなこと？あら、この間はどうも。そちらもお疲れ様。ねえ、アダマンタイマイって食材になりそうだった？おお、大使おめでとう。すごい活躍じゃん。俺もさ、久々に記事書きたくなっちゃったよ。あれか。おや、伝説の勇者様じゃないか。アダマンタイマイの一件、噂になってるよ。君たち、よく生きて帰ってきたね。カンナギの効果いっぱいもらう。ランガウィータの調査、おかげで進んでるよ。あれ？いやあ、あの山が生き物だったとはね。俺もいつかあんな大物を釣ってみたいよ。リバイアさんクラスだ。アダマンタイマイに会えたのね、羨ましい。後で聞かせて。どんな姿、どれくらい大きかったね。大物すぎるよね。いくらなんでも。自信は解決ね。偉いわね。アダマンタイマイの長寿は私、効果持続の参考にしたいわね。アダマンタイマイをやったって？親父もやつを狙ってたんだ。息子が仕留めるとはな。狙ってたんか。まあ下手な町よりでかいよね。ああ、ウィズか。カンナギ効果いっぱいもらえるな。ねえ、ランガウィータのこと聞いたよ。すっごいね。ノクトたち伝説になっちゃうじゃん。アダマンタイマイを倒したんですよね。僕、おじいちゃんの手帳にそう書いておきます。元気？この
この間の地震の調査報告書、ハンター君の活躍ちゃんと書いといたよ。なんかもう一人キャラがいるらしいんだけど、誰だったんだろうね。やっと安心して料理ができる。今煮込んでるが、あんたたちには感謝だ。まあ2週目か、見るとしたらな。あなたからはもらえないの？あ、もらえるのか、最後か。おはようございます。どうもです。ここはないか。で、これ向かおうか。ここでいくか。よろしく。まさかの3枚目だった。ブラント、行こうぜ。今行く。ウリ、どこ行けばいいんだ。ん？ここじゃないの？は、次。これ何探すんだっけ？なんかアイテム探すんか。ハイエリクサーか。これ？これか。妙な遊びだな。まだ地図は完成しないな。そうか、パズルか。パズルのピースを探してんだったな、これな。もう、最初の方にやったっきりだから全然覚えてなかったわ。着いたぞ。ああ、で、ここだけだよね。ビーストか。またお越しくださいませ。ラコ武器屋だから、多分サボテンダーとかも売ってないよな。今日はどんな武器が欲しいんだ？だよな。また来いよ。順番に行こうか。こっちか。
まあ、地図に関しては、ちょっとね、ググって調べるかな、後でね。まあなんか泳いだな何がしたかったんだ。さてここはショップはこっちか。はい、どうも。そもそも売ってねえな。またどうぞ。結局これこれ何なの。これ使わなかった。通信機かな。オートもオーム。これとかに。私はこんなの使ってたはずだよ。何かしらなんかメインか何かで関わっサブとかで触る機会があるんかと思ったけど、なんもないまま終わったな。あと、オルティシエに何箇所か、ショップあるから、そっちも多分見に行かなきゃダメだよなぁ。改めて。食べとかない？クローズネストにようこそ。あれ、なんでここに来たの？調子はどうだい？何の迷いもなく来たけど、ここ関係ねえの。こっちじゃねえんだ。こっちだ。いや、どうも。今日は何がご入り用ですか？ないね。ありがとうございました。いらっしゃい。今日は何をお求めですか？そう、ここに一個あったんでね。どうも、また来てくださいね。だから改めて探し回ってるんだけど、
こんな天気でなんで外歩くわけ？ショップあるのか？ショップはないか。なかったよね。あ、次。入ろう。何か買ってくか。ないな。またどうぞ。直すか。で次テルバでいいかな。ここも、アイテム、ショップなかったような気が。あったかな？あ、そこにいたわ。ないなぁ。お武器だろ。実はここにも地図がどこかに落ちていた。これ見たよね。読んだ。さすがに似たようなとこに置かないか。で。次どこだ。あ、オールドレスタ行くか。ノクト、クローズネスト行かない？またジャンクフードか。体にも悪いし太るぞ。これは確か向こう側に
あれないな、ショップ。へぇ、辛いのかな、これ。うまそうだな。あれ、普通のショップ。普通のショップ。あ、これか。こうか。いつもありがとうございます。はい。ありがとうございました。ここでいいか。なんかあんのかな。ねえか。ありがとうさん。あとメルダッシュ。ああ、そうか、ここもあるの。ショップあったっけ？ショップっていうショップはなかったような気がしたけど。人のいる場所で休めてよかった。外も悪くねえんだけどな。安全ってのは何よりだ。店入ろうぜ。あ、そうか、ここ中が店か。そういえばノクトも来てよ。暑いな。何か買っとくか。なかったか。またどうぞ。あとメルダシオ教会くらいか。ここ行って最後レスタルム行こうか。ここはこの中だっけ？こっち。
ちは武器か。違うな。でもないか。あ、こんなとこにジャバウォックの肉買えるじゃないか。わざわざ借りに行かなくてよかったんだな。まあ今後何かの時用に買っとこうかな。ごめん。ありがとうございます。高い。なんか他にもなんか素材いるんだっけ？あ、ダーククレインっていうやつがあんまり持ってなかった気がする。あれ？ショップって隣か？隣とかあんのか？ねえよな、あれ？ここショップなかったっけ？ここに武器屋さんだけか。好みの品を選んでくれ。そうか、それだけか。また寄ってくれ。ではレスタルムに行こう。多分あとここだけだと思ってんだけど。釣り具店もあるけど、釣り具店にはおそらくないだろうしな。あ、回復系のアイテム買わないとね。あ、意外と真面目じゃん。意外って何？意外って。まずここはあれだな、ショップ。ショップがいっぱいだからな。ここさすがに売ってないよな。いらっしゃい。ないよな、食い上げてな。また来てくださいね。あと向こうのガソリンスタンド先に見てこようか。買い物した記憶が全然ないからな。いらっしゃい。ないか。ないのか、ここは。もともと売ってないね。ありがとうさん。いや、いらっしゃい。また来てくれよ。あとここの中のショップか。鮮度抜群。こんなところには売ってないわな、普通な。ダーククレインあるかな。次もよろしくな。さすがに売ってなさそうだけど。物はいいよ、買ってきな。売ってたわ。はいよ、受け取ってくれ。ありがとうさ。今日は何が必要かな。次はもっと買ってくれよ。
あとショップは、どこだ？あれか、ここの、下った先の角っこが。隕石食品だよ。なんか買ってってよ。欲しいのもない。隕石食品をよろしく。この道沿いに。ここか。あ、これじゃなくて、これはあれか。そこのヌードルか。ゆっくり見てってよ。またよろしく。あとは、アコブキヤだよな、確かな。武器屋はないと思ってたけど、また来いよ。念のためね。で、ショップこんだけかな、確か。あと多分なかったよね。ないな。したら、カエヌの岬行って、すごい久しぶりに行くな。あ、てか、ここのショップもあったけど、そりゃ、買ってたよな、確かな。各地のパーキングに、ショップあったりするんかな。はい、29個目さんいらっしゃい。踏破、何の踏破だろう。着いたぞ。何に対する踏破かな。おはようございます。あ、それね、FF15 発売記念で、あ、ここに言ってた。去年の6月1日から、1からずーっとやってきて、今15やってる状態なんで、もう踏破してきてますね。ありがとうございます。最高級クレイン小麦は確か、オルティシエで売ってたような？ネトゲの11と14は、さすがに、踏破、の枠組みからは抜いてます。区切りがね、悪くなるし、やるとするとめちゃくちゃ長いんでね。なんでそれだけはね、ちょっとその二つは抜いてます。結構ね、踏破中もやらないのって言われてたんだけどね。あとはナンバリング系の続編含めたものをやってきましたね。ただ派生系のFF7 のクライシスコアとか、
つえな。大丈夫かね。はい、あの本編クリアはもうしてまして、その時の時間が、99時間46分40秒でクリアでしたね。本編終わった後の世界を今やってるんで。多分ね、そのメインクエストだけをやってたらそこまでじゃ、いってらっしゃい、ないかな、きっと。あ、オルティシエ行く前に、先渡すか。ほんとね、細かい部分とかも含めてやってたんでね。モブハントとか、サブクエストとか。お前ちょっと家帰ってくれないか。話しかけられないっぽいぞ。あとね、ナンバリングっぽいのでやってないのが、FF の0式っていう、0式か。あれだけはね、個人的に派生作品だと思ってるんで、入れてないんだけどね。まあ、家帰んないの？ちょっと。サボテンダー渡したいんだけど。まあいいか、そしたら一旦オリティシエに行くか。どこだここ。そうですね、9時99時間やってやれることほとんどやってクリアして99時間で、その後にクリア後に解放されるものとかがねあって、それ今ずっとやってきた感じだね。あれ、ハンマーヘッドの撮ってなくね。ハンマーヘッドの写真ないの？さあ、なんか前来た時に一旦見回った気がするんだけど、これ買ってったと思うんだけど、一応買ってとくか。ありがとうございます。買ってったはずだけど、またどうぞ。まあね、各地のショップに売っているサボテンダーを集めている最中なんだけどね。今のは結構最初の頃に買ってったような気が。何が食べたい？ゆっくりご覧ください。ありがとうございました。ここ入り組んでるから結構探索しづらいよね。飲み物でも買うかな。そうだね、おそらく最初の方とか、メインを止めて、サブのミッションとかしてると、メイン今何やってたっけっていう風になりかねないっていうのもあったね。ただ一応強くてニューゲームができるらしいので、ちょっと一周目は本編だけサクッとやって、二周目で強くなった状態でもろもろのねサブとかやるっていう手もあるかもしれない。近くに記念撮影できるとこがあるんだって。前撮った気がするなこれ。じゃあ行ってみるか。うん、行こう。気のせいかな、これ写真撮った気がするな。
しいな。だな。さて、ではとりあえず上は ここのアイテムショップは何も売ってないからな。俺さ、今の職場にいる意味あんの？あとはこの登ったところに あれはイベントの時だけか。あ、そしたらここショップなんか食べとかない？他ショップないんだっけ？あって何もないはずだしな。したら、ちょっと船に乗りに行こう。やあ、ゴンドラ乗ってかない？次はですね、コミの詳細の方に、一応予定が書いてあるんですけど、このシリーズとは始める前に、予定してた、今後のね、プレイするゲームのリストあって、一応次が、中途半端に止めている、スーパーファミコンの、ファイアーエンブレムの紋章の謎を、やろうかなと思ってますね。あと、何を優先順位にしてたっけ？帰り道もよろしくね。あとは、プレステ3のデモンズソウルとか、あとね、頑張れゴエモンとか、を予定してますな。一応ね、その紋章の謎は、第1部と第2部があって、第1部を終わらした状態。ですね。霧のいいところでは終わらせたんだけど。えい、いらっしゃい。ありがとうな。ここはないよな。えい、いらっしゃい。またどうぞ。じゃあそのね、ゲーム内の第1部と第2部の間が確か1年後の話なんで、まあある程度間空いてもいいかなって言って、ね、この辺で撮ろうぜ。ここは撮ってなかったか。いいね、ここで撮るよ。いいじゃないか。はい、撮りまーす。保存。ちゃんとウィスカムさんも入ってるね。お、いい感じ。軽くご飯食べよ。お、いらっしゃい。それじゃあ要件を伺おう。声かっこいいな、この人な。試すのは腕だ。運じゃないからな。いつでも寄ってくれ。渋いね。どうも。どこまで行くかい？あら、あと行くとこないよな。
ここどこだ。カブナントおじさん。いらっしゃい。ゆっくり見てってよ。あ、ここ見てねえや。あ？あれ？これって、さっきんとこだよね。ここなくて、いいじゃんね。佐賀場から行けるとこじゃん、これ。意味なかった。な、ホテル帰ろう。それじゃ、また会おう。じゃあ、これで全部かなぁ。じゃあ、ちょっと、届けに行こうではないか。宿はどこにする？いらっしゃいませ。ご宿泊ですか？全部集めて帰ってこれたんかな。なんかめっちゃテンション上がってたのは覚えてんだけど。さあ、タルコットさん、いた。あ、へい、ノクティス様。あれ？ノクティス様が来てくれて嬉しいです。あれ？え、サボテンダーは？サボテンダーサボテンダー持ってきたんだけど。ダスティンさんとよく海を見に行くんですよ。ノクティス様が来てくれて嬉しいです。一応王子様っていうか王様だから、ね、サボテンダー。ノクティス様が来てくれて嬉しいです。サボテンダー。王との友達にたまに会いたいなって思ったりします。何をしてるんだろう。ハリセンボン。あ、ハリセンボン、なるほど。ハリを飛ばしてんのね。サボテンダーどんだけ好きなんだよ。もう少しここにいられるんですか。あれ、買ってきたサボテンダーのやつは、あれ、これで全部もしかして。ここにさ、前に買ってきた。あー、ここカメラ出せないんだ。あ、これでもう全部渡し終えたの？無駄に買ったことになるぞ、そしたら。ジャボテンだ。横島なのか。あ、これ、え、これ終わってんのか、もしかして。マジか。終わってたんか。じゃあ無駄に2個目を買ってたのか。なーんだ。そしたらね、本当にね、もうあとね、やることが、やることが、ないんよなぁ。あ、ちょっとキングベヒーモスの角を折ると、マメットが手に入るっていう情報をいただいたんでね。それを狙いに行くか。狙いに行くというか、一回だけ挑戦しよう。
これからどうする？情報収集でもするか？ノクト次第だな。どうしようか。チョコボで向かうか。あれ？あれ？チョコボ。あれ？チョコボ切れてる。ああ、そうか。オルティシエにいたからか。ん？呼ぶ前に来た。よろしく。そう、レンタルしなきゃいけなくてね。で、向こうの、さっきの街に行くときに、そういえばね、レンタルが解除されるっていうのを忘れていたい。それ！場所は？この先か。そう。わかりやすいようにね、色を。私が考える各キャラクターのイメージカラーを。ただこの主人公が乗ってるノクティスの色は私が好きな色っていうだけで。ひとかに言っとくか。ノクト上見て、ニフル軍だよ。サンキュー。なんかね、普通にこうやって走ってて、全部黄色だと誰が誰かがずっと分かりづらくて、ね。あ、いたいたいた。カラーヒヨコ、縁日とかの、やつよね。しつこいやつは嫌われるぜ。あいつはいいや、倒さなくていい、あいつは無視しよう。さあキングさんを倒しに行こうか。イグニスがワンパン食らってた。できないかな。これって大ピンチってやつ。さて、こうじゃ。あ、やべ、ミスったー。やばい。エグルス。エンハス。ノクト。おい、大丈夫か。行くぞ。エグルス。エンハス。ノクト。カメイだけか。よし。保湿の狙うぞ。当たんねが。
ロンプトがない。これだ。ん？どこ行った？違う。雷つけてない方がダメージ出るな。多分今切れたよ。そうか、雷半減してたか。ギャー、この方向痛いよな。見えてる。ザッザ。見えてる。ザッザ。見え。そう、見えてる。ドンと。見えてる。見たら終わるな。なんだかいさか。はい、エリクサー。エリクサー。と。筋力増強。あ、どこ行けた？開いた。あー、めちゃくちゃ簡単に減ってるはずです。今使ってたものは。ラストエリクサーも結構ね、頻繁に手に入るよね。この辺は今ね、99個持ってるから。逆にね、アイテムをね、ドーピングしまくらないとね、きつい。2、3日前に挑戦してたダンジョンは、そのアイテムが使えなくて相当苦労した。今だ！任せろ！片っぽ悪かったね！ほら！ほら！あ、尻尾を食らったか。でもエリクサーとかはね、普通に店で買える。何ちょっと安心してんだよ。ぼんやりしてんだよ。あれ、いいカウンター。あ、プロムトが。仲間用の黒ずきんが欲しいなぁ。またイングリス死んだし、ちょっとやめろよ。見えてる。ゾッド。なんかめっちゃ高い。え、またイングリスやられたの。やられるの早いなぁ。
死んだ。マジか。間に合わんかったか。お、ベヒーモスが倒してくれたか。なかなか折れませんな。嘘今回復したばっかだぞ。どうしようかな。折れませんね。アイテムめっちゃ使うな。はい、フレッシュさんいらっしゃい。そう、難しいというかね、体力がでかすぎるね。あと、突然やられるあの方向とかね、きついよね。で、今ね、あの、頭の角を折ると、マメットベキソスっていうのが取れるらしいね。ちょっと今狙ってみようかなと思って、2回目の挑戦です。もう本当湯水のようにエリクサー使いまくる。まるで飲み水のように。いやー、これが痛い。ほんと痛い、これ。この方向らしいんだけどね。なんかね、折れるらしい。っていう情報を今さっき、リスナーさんにもらいまして。で、折ると、あの、ジャスティスモンスターズ5で手に入るアイテム。ここで手に入る。モンドプロプト見えてる。ゾッと確かに
どちらが先に折れるのか。そもそもまた全然折れる気配しねえんだよな。なんかモンハンでさ、体力が一定値以下じゃないと V 破壊できませんとかってあるけど、これでもあったらちょっときつい。あ、マジか。もう。まあ、方向なんかな。これが。これが辛い。あれ、グラディを回復してなーい。折れた！ベヒーモスの角を。これ2本折るとかある。相手の情報を知るには、ライブラですね。多分 R1 かな。押した時に、こういうのが出て、で、こいつ調べられないから、丸に斜線引いてあるんだけど、調べれるやつは、ゲージがぐるーって時計回りに回りますね。あとは、イグニスがアナライズっていうのを自動でするときがあって、それをしたら見れたり。角欲しいな。なんか2本目かなーと思ったね。アルチンさんいらっしゃい。日本を折る必要があるのかな？そこまで詳しい話は聞いてないから、わからんな。ただなんか2本目折れそうだな、あれな。あ、イグニスが。ここまで。エリクサー、ハイエリクサーとかを。場合によってはラストエリクサーを。一回の戦闘で何回も使うとか。FF15 くらいだよな。エリクサー使った直後にまたピンチに陥るとか。あるあるだからね。折れろ。それ。あ、今食らったのか、回復した直後。まずい。あれ？今使ったよね。あれ？魔法に変わった。頭どこ。そこだ。なんでしょう。手が悪い。危ない。
頭ちげえな、これ頭じゃねえな。お、てっぺん取ってくれ。どこのてっぺんだ。どうしようかな、どうしようかな。あんまり無駄に使いたくないんだな。ああ、角ね。角のことか。俺も取りたいよベヒーモスの角自体は、お金出しは買えるかな。どこ行った、どこ行った、頭どっち、頭は、あ、頭どこ、これか。あ、飛び上がった。あー死んでる。一体何色が出るんだろう。そもそもエリクサーって何色なんかな。いける暇はないぞ。悪い、手間かかった。はい。クラッシュって出たけど、出たけど、折れてない。もう一押しだ。一気に攻めろ。見ない。にしかない。いやー、これか。もうラストエリクだった。ほんとあれ嫌なんだけど。もう折れてくれないな、もう一本。違う。と残り HP が少なくなってきたから、頭だけを狙いたいな。え、嘘。今回復したばっかだよね。回復したばっかなに。これあれかな、属性攻撃防いだら食らわなくなったりするんかな。もうカンストダメージを与えてくるとか反則だよな。折れろー。さっさと折れてくれ。あ、やべ、危ない。やばい。ストレスも。はい、エリクサー、エリクサー、エリクサー。油断したな。こいつ倒したら結構、しまった、経験値とかね、お金とかもらえるけど、お金は、ま、割に合ってんのかな。元取れたらいいんだけどね。折れろー。やばい、もう死ぬぞこいつ。ちょっと武器を変えよう。
威力は落ちるけど不意破壊がしやすいとかって。いやちょっともう仲間ほっとこうかな。下手に攻撃されても困るんだ。やば。回復間に合わなかったし、死んだ、それ全滅してしまう。え、嘘でしょ。おお、びっくりした、びっくりした。これ体力どうなってんの、体力どうなってんの、体力どうなってんのお前あー回復してる、ちょっとはい、回復するやないか。出てしまったんか。プロンプト、角ってどうなってる？一本折れてる状態か。やばい、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 死ぬ。控えらしとくか全員体力持ったしな。硬いなぁ。どんだけ与えりゃ。なんか近くにマップシフトあった気がしたけどやっぱ使ってきたか今使ってくるような気がしてたわ。タイミング分かったらギャザリングとかしたらいいんかな。あ、イグニスが。グリス、グラディオ、グラディオ。あ、来た来た来た。
ガブ飲みすぎてエリクサなくなるんじゃねえかこれ。大丈夫か。99個買ってたはずがもう37個だよ。どんだけ使ってんだよもう。ありがとう。にしても折れないな。FF ってリアルになりすぎるとどうやって巨大な相手に勝てるのか表現が難しい。確かに。これまでの昔のシリーズだと大きさは合ってないようなもんだから。まあ大きさで言えばこいつよりもでかい敵を倒したけどさ。またやった。アダマンタイマイとか倒せる気全くしないよね、あれね。リアルだと。全力で行こう。なんか普通だとなんか岩をなんか針でつついてるみたいな感じでしょ。針でほんとチク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 やって。ほんとね、それくらいの近代兵器を持ちまくってやっともしかしたらなんとかなるかもね。あれ動けない。しまった。そのタイミングいったか。やっぱりどうやって倒すんやろ。普通にやったらまず無理だしな。あ、死んだ。はい、マジコンさんいらっしゃい。エリクサーガブ伸びしてますよ。これ折れるのかな、本当に。切れた。あーもう とりあえず回復だけしとけ。ん？これ頭か。違う。またこれか。
折れろ早く。2本目折れるんかな、どうなんだ、痛いし。1本目しか折れないっつんだったらもう外れを引いたとこだから。それはね、大丈夫だ。それはね、全然大丈夫なんだけど、その、折れるかどうかがわからないっていう。さっさと倒せるもんならもう倒してしまいたいんだけど。折れないんかな、どうなんだ。わざわざ武器を弱くしてやってるんだけどな。この V 破壊をしやすいようにハードブレイカーにわざわざしてる。は？なになになに、どこ来たこれ。これが痛い。あら、あれ、お前ら回復、これ連続で選択すると使ってくれないんかな。顔どこだ、これか。まずい。引っ掛けられた。あ、今回イグニスさんがよく倒れるな。折れろ、折れるんだ、折れてくれ。一本しか折れないんかね。やばい、MP 切れた。いやー、くそ。ハイエリクサーと。
蘇生されたんか。あ、MP 切れてた。やばい。やばいぞ。エーテルを使うんだ。あ、まずい。お、あれの被害が。グラディオだけだ。なんか折れないまま倒せそうじゃん、倒しそうじゃん。結局本命は折れないっていうオチなんだ。あれ頭が落ちた。あ、倒した。くそー一本しか折れないんかなと思いたいな。俺生きてる。とりあえずもう一回やってみるか。なんか食べとかない？ああ。待て、ここじゃなくて。何をイライラしてる？近くのキャンプ行こうぜ。それでいいか。お前ら服の汚れ落とせよ。ちょっと気遣って乗れよな。はいはい、陛下の車だからってが、素直にそう言えっての。木なんて。あ、ちなみにさっき相手の情報を知るにはって聞かれたけど、私、操作のタイプか。多分ね、B パターンでやってる。操作方向違ったら押すボタンが違うかもしれない。オプションか、どっちか。あ、ロードじゃない。これか。私 B でやってて。あ、でもロックオンボタンは一緒か。パターン A だとしても、ロックオンすると、ライブラに。お、決戦か。で、行くか。決戦聞きながら、キングベヒーモスと戦うか。体がベタベタで気持ち悪い。ほんと疲れた。あ、そういえばアイテム補充しないとな。いつものを食べましょうね。おやこ丼。
本当に奇妙な帝国だな。こんなところ見えない、見えない。これはなんだどこ取ったんだ。基本キングベヒーモス戦はこの氷に覆われてるからな。これはモテんじゃない。相変わらずスタイリッシュだな。なかなかベストショットは取れなさそうだね。よーし、俺準備 OK。 レガリアショップで、まだ眠いな。アイテムを補充しなければ。72個も使ったの半端ねえな。お金が持ちませんな。あ、セーブしとこう。これどうしたら、これでいいや。で、どの辺に出たっけ。だるいな。そうだね。もうちょっと南側か、あっちか。ノクト、魔導エンジンの音がする。またか。今来られたら困るな。魔導アーマー系なら俺が指示を出す。短く頼む。いやー、あれは魔導兵だけだからな。攻撃しろ。こんな感じでくるっと回って溜まると見れますね、ライブラ。先いらないやつを確認。あれ、あ、死んでる。あ、で、どうせなら経験値を稼がせてもらおうではないか。回復される。あれ、今使ってた、あの氷の結界みたいなやつ、ファイヤー使ったら消せるんだ。上書きしたっぽいよ。はい、こんにちは。72個目さんいらっしゃい。見えてる。そうですね、14日の昼から配信されている新しいタイムドクエストですね。で、なんかこいつの角を折るとマメットベキソスが手に入るらしい。ちょっと狙ってみてるとこですね。確定情報かどうか知らないけど。いや、
どうしようか。やらなきゃ。あ、やられた。くそー。あの方向がさ、もしかしてこの氷のフィールドじゃないと発生しないとかだったりしない？だったら毎回消したらそこまで苦戦しないような気がするんだが。大丈夫？やられたあれ？あー、アポカリプスのまま。あ、頭になってない。頭になってなかった。頭どこだ？はしない。また来たか。はい、使って。ポーション使って。フロントギリカ使おうか。顔？これ顔か。いや。痛い。そう、まだ炎を使え、ファイヤー使えないぞ。タイミング悪いな。全滅もあり得るわ。方向してくる前に魔法出して。あー、してくるか。意味なかったな。なら普通に能力上げとくか。
借りは返す。頼んだノクト。見えてる。ゾッタ。グラディオ。ナイスブロッタ。砕けちまいな。頭を狙ってくれるといいんだけどな。ナイスグラディオ。どうも。ノクト。あら、それを使われたか。それがほんと痛くてなぁ。それだ。イグニスも使っとくか。いや、とりあえずポーションでいいか。あ、まずいか。やっぱりやれた。くそ、それがほんと辛いな。なんか、防ぐ手立てがあるのかな、これ。試してないのは属性ガードするくらいだけど。見ない。激しいな、ほんとな、攻撃が。あ、まずい。ベヒーモズの角だった。まずい。ですよね。さあ、ポーション。ポーション。
ザコがいる。あら、やれたポイソンとかどっかで買えないかな。あ、待て。フロント。クロエ。クロエ。フロント。はっ。見えてる。ゾッタ。ゾッタ。ナイスフロント。待てね。やっぱ2本目折れないんかな。あ、やべえ。あら、やれたか。うりゃ。ハイエリクサーとエリクサー使うか。あら、カエル撃ちゃってしまった。攻撃でピンチなってるやないか。どこだ。ほら。
頭じゃない。どこ狙ってる？これが頭か。そうですね、今やってるとこなんですが、とりあえずね1本目を折った時にねベヒーモスの角でだからもう外れなんかなとは思ってんだけど、ダメか。いい流れだった。てかあれね、あの戦闘局がそういえば決戦から切り替わってたな。マジで厳しかった。とりあえずもう一回かな。三度目の正直か、二度あることは三度あるか。三回って出なかったらまあいいかな。お、珍しく晴れ間に撮れる。俺かっこいいな。だろ？グラディオは絵になるからずるいな。決まってんじゃねえか。別に普通だが。あとね、と保存しておけるの1枚なんだよな。奴隷にしとこうか。行こうぜ。あ、前半の方ね、消さないとな。普通に倒すだけだったらそこまでやっぱ減らないな。さっき無駄に狙ってたからね。これだけ打ち込もう。あぶね。一本目折ったらもうファントムソードを使うか。あれ？こんなところに。これ撮影だよね。あれ？これタイムドクエストだ。え、あんなのあったっけ？今まで。
鼻からやられてんな。遅かったー。ギャザリングしようかと思ったのに間に合わんかったな。ブラッド見えてる。ザッター暗いグラディオナイスブラッドナイスグラディオ。そこが当たらんよな。あら、あらーマジか。遅かった。今来ると思ってギャザリングと思ったら遅かったな。まずい。
タイミングが悪かったね。楽しいな。任せて。一人かけてます。あれ？あ、グラディオ回復させられてる。あ、こっちが。場所が。あら。やられてしまった。あれ？エリクサー使ったよね。なんかイグニスだけアイテム使うのタイミング悪いか。あ、くそ遅かった。ギザリング控えらしたばっかなに。あ、まずい。くっ、しまった。うわー、まずい。いっさー。遅い。そこそこ折れるところじゃないですか。角だった。また外れかな。耐えらんなかったか。頭で選ぶ必要ないんだよな。あれ、これで元気いっぱい。よかったな。よし、仕切り直して。タイミング遅かったか。大ピンチでやって。どれ、痛い。どうしようかな。それ。頼んだ、ブロッド。見えてる。ゾッド。あ、タイミング。
始まったんだ。惜しいな。ノクト、この能力まずい。撤退した方がいいんじゃないか。倒さないとな。次のやつ出てこないとなるかな。あら、無理しすぎた。相当厳しい状況。仕切り直した。おいよ。はいよ。あー、ちょっとイグニスが危ないかな。もうギリ残ってるけど、死にかけてる。あ、出た。マジか。まだ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 。回復されてしまう。
ったか。あ、そういえばさっき戦闘が抜けたやな。一応念のため。はぁ、あ、マジで出たの？今のこっちの責任じゃないだろう。中断しましたとか、もうわけわかんねえ。マジで？中断しちゃったんですけど。今どこにいるの？今どういう状態だ？アイテム無駄に使って終わったかな？うん、出るつもりなかったにな。うん、ああ、すごい。油断禁物ってね。あ、いなくなってんのか。皆さんも注意しましょうね。まさか中断されると思うんだな。あら。とりあえずハンマーヘッド買えるか。ダイナーに入ろう。うん、行こう。まあとりあえずね、やることはノクトも来てよ。やりきったと思うんで。今日はここで終わろうかな。いつもよりだいぶ早いけどね。まだ日高いぜ。まあいいんじゃね。決まってるな。やめろ。これはハリーカウンターのファイヤーだと思うな。タイミングバッチリだぜ。さあ、セーブをしまして、もう142時間やってんのな。はい、そしたら、FF15 はひとまずここで終わりにしましょうかね。次回の FF15 は、グラディオの DLC ですね。
が配信された後にまた再開していこうかと思います。で、それまでの間は、コミの方のトップの方にね、まあ、ニコニコの方なんですけど、に書いてある通り、ファイアーエンブレム紋章の謎の第2部を開始するのと、あとは、並行でやるかはちょっとまだ未定ですが、デモンズソウル、プレステ3版ですね。と、あとは、頑張れゴエモンの予定ではスーファミの雪姫忍法帳だったんですけど、ファミコン版の第1作目を手に入れたので、そっちから先にやろうかなと思ってます。とりあえず最優先は、ファイアーエンブレムの紋章謎の第2部ですね。次回からやっていこうかと思います。それでは、いつもよりね、だいぶ早いですが、3時間半ですね。で、終わりですが、今日の放送はここで終わろうかと思います。見に来てくださった方々、コメントもありがとうございました。ひとまずね、FF15 の方はここで終わりですが、良ければね、引き続き別の放送も見に来てくれると嬉しいです。はい、ありがとうね。それでは皆さん、また次回の放送でお会いしましょう。またね。バイバイ。